7月11日から20日までの期間、夏の交通安全県民運動に合わせて、いなべ市内でさまざまな啓発活動が行われました。7月7日には、北西町にある日本インシュレーションの北西工場で、いなべ警察署といなべ地区交通安全協会による交通安全講話が開かれました。今年の夏の交通安全県民運動の重点は、高齢者と子どもの交通事故防止や、横断歩道における歩行者優先の徹底、シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、そして飲酒運転の根絶の4点です。講話では、従業員およそ40人を前に、いなべ警察署交通課の前田係長から、去年の三重県やいなべ署管内の交通事故の発生状況や事故の特徴などが解説されました。歩行者の事故は交差点での発生が多く、その対策として横断歩道を渡るときは必ず手を挙げてドライバーに横断することをはっきりと伝えるハンドサインの実施を呼びかけていました。岩崎博美工場長は、従業員一人一人が改めて交通安全への意識を高め、事故がないよう取り組んでいきたいと話していました。また13日にはマックスバリュー北西店で、いなべ地区交通安全協会といなべ市が協力して街頭啓発活動を行いました。参加した皆さんは買い物客一人一人に啓発用のチラシとうちわを配り、安全運転と交通事故防止を呼びかけていました。いなべ地区交通安全協会の清水典久会長は、悲惨な事故が起こらないよう地域全体で交通安全に取り組んでいきたいですと話していました。